はい、皆さんおはこんばんちはシアです。さあ、今回のね、鍵チャレンジ、魔王級ヒュンケル、こいつはね基本的に物理攻撃が、高いけどもいてつく波動をしてこない上にこのアバンの印がねかなり、素晴らしい、体勢を持っているのでぜひとも早めに倒したい魔王。基本的にスクルト等マシマシ、タタウタでぶん殴ると割と勝ちやすい、ただ、デインとジバリア以外はあんまり効かないっていうところがあるので、まあ、ね、今回のメンバーはこんな感じ。そして私の装備は、はい、とりあえずね呪いだけ気をつけて、タタウタ希望タタスタ、メガトンプレスと無属性で攻めていくスタイル、そして他の人たちもまあ軽く装備をチェック、まあ、ガイアーラで物理のダメージを減らしていくスタイルで、タタウタ水星超ハヤブサ無属性、はい、そして、黄金竜で羽衣で回復しながら守備力高め、そして、守備力高めのスキルが、まあ、ギガソデインはよく効くんでね、アクブレで回復、あとは闘神、そして一人は補助に回ってもらってで、黄金竜の鞭、ね、鎧と、そしてピオリムベホマラーね、この辺でちょっと回復に回ってもらう感じ、そして食べ物は、はい、呪い耐性マシマシ、毒耐性に守備力ダウン耐性、そして力と身の守りアップ、そして持っていく道具は、復活世界中で毒毒消し毒薬草、できれば世界中の雫は、温存したいスタイルというところで、魔王級ヒュンケル、はい、レッツゴー、よろしく。ちなみに俺は大の装備、あ、ヒュンケルと戦うんだからね、大の大冒険コラボ装備でいこう。まあ防御スタートが基本なのかな。とりあえず相手の1回攻撃来たところで早送り止める。ミイラ男たちがね、意外にね、しんどいね。もっ、本体殴れ、本体。腐食液。ブラッディ・スクライドは防御、とりあえず。みんな防御してるね、とりあえず。猛毒ならない、いいね。追撃、防御間に合わないわ、かん、これは投げとくべきだね、これは投げとかないと死ぬで、みんな投げすぎだけど、よしよし、初めのバフまでが大変なんだよね。おお、しといてよかった、遠いな、バフまでが遠い。なんということでしょう、黄金の天劇。アクイックかな、ピオリムかな。とりあえずバフかけるまでは無茶しないのが正解っぽいね。いいな、防御攻撃。ノーコンである。早くバフを。全然ダメージ通らない感じだよね、やっぱり。俺このまんま荒波まで一回待つか。早くバフを、ここまでかけれる。追撃痛いよ、死ぬよ、ちょっと待とう、うん、大丈夫ね、とりあえずよし、やっとスクルトかけれた、ふう、とりあえずここまではね、やっぱもうこっから相手いてつくないから、ちょっとさ、今のは自分でしょう、ベホマラベホマラ、早め早め、
侮らない防御準備。これ俺間に合わねえんじゃねえ、これ間に合うかな。モード不具合、よしよし、もう一回歌さえもらえれば。よしよし、回復回復、よし、よしよし、こっからはもう何も怖くないね。よし、アークウィップお願い。二段階アップならほらもうダメージたかが知れてる。よし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 、もう怖くない。もうあと殴り続けるだけだ。ブラッディスクライドだけ食らわないように。これちょっと早すぎる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 。シールドたまんない、シールドたまんない。もうちょっと待って、もうちょっと待って、よしよし、あ、トーマク崩しようか。とりあえずは誰だ、ベホイムあるね。ベホイム、天からの進撃は回復に使わせてもらう。もう1じゃん、ダメージ余裕だな。やべ、ブラッディスクライド誰狙っ、これやばいんじゃない、防御できないぜ。耐えてって言うしかないね、これ。濃昏だな、疾風連撃は合わないね。これは無理だね。さようなら。まあ事故だね。よりによってクグ2入ってるやつにスクライドか、耐えれないだろう200。まあ無理だよね。バフ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 、もうずっと防御ずっと防御、あるある。事故るときは事故るわ、もう完全なる事故だ。さっきカバウタスタンプでかけ直すけど、まあいいか。もう一段階アップさせたいね。ダンダンダン、よし、もうあいつらは本当に弱い。はい、上げ直しっと。それじゃない誰も毒ってないってのがね、いいね。2本目またごうか。追撃、ビホマラーは追撃待ちの方がいいって。もう2段階アップしたらたかが知れてる。はい、来た。これでいつでも安心してバフをかけ直せる。さあって倒しちゃわないようにね。誰に来る、うん、またベホイムあるね、ベホイムあるね。ギリギリ耐えれるかもしれないね。ブラディスクラルと直前で
いけば回復してあげて。いけるか、耐えれるか、耐えれるか、耐えれるか、耐えろー、耐えた、回復回復回復。もう巻く薬草はないのか。あー間に合わないんじゃない、これも。これも間に合わないか。薬草いいか、もう普通にお亡くなりになってもらってグランドクルーズ終わってから復活させようぜ。それでいいじゃん。世界中、あ、守備力ダウンだ。バフバフ。こしゃくな、これだけでは済まさんぞ。荒波。びっくりするぐらい事故るな。バーフーももうほぼかけ直しは終わったか。お、活力の飴おいしい。さあラスゲ、こいつ怒ったっけ、知らないんだよな俺。さらに電が効きやすく、効かない。はい、トーマクグズショー。あー、ベホマラーちょっと遠いか、倒しちゃった。まあしょうがないか。怒ったな。これパラディンいねえと守りきれんな。やっちゃおうぜ。もう無理だろこれ。ゲージがない、やばい。これ誰に行くの、ブラディスクライド誰に行くの、ブラディスクライド復活持ってきてるよね。ちょっと早いかな。んちょ、コンボならそれなりのダメージになるか。コンボじゃない、たた打たない、希望までもうちょい。まあギガソを俺の希望に合わせてたた打たを歌って時間を稼いで欲しかったとこだね。おお、事故った。事故怖っ。もう一発砲撃、邪魔だなよこのやつ。いけ、あー砲撃がダメ。メガトン終わるかな。よし、はあ、お疲れ。これはノーデス行こうと思ったらパラディンいるな。まあ狙われたらどうしようもないね。そもそも俺まだレベル転生1回目の64だから。
はい、ということで、魔王級のヒュンケル無事倒せましたね。これ使徒を守る闘志、攻撃呪文 15% 減ね。これ一つあるだけで呪文主体のボスがすごい楽になる。まあアクセサリー余ってたらだけどね。ということで、まあまあスクルトマシマシで別にノーデス狙わないんであればそこまで難しくない魔王なので、ある程度強くなったらね、ちょっと強い友達と一緒にこうヒュンケルは倒しておいた方がいいんじゃないかってね思います。休みガードジャックも結構美味しいよね。ただもらったのがメタルの鍵だけという寂しさ。まあジェムもいただきましたし、雫もいただきました。雫なしで無事撃破。なんと、お、もう一つ、はい、メタルの鍵25ターン以内、割と塗り。ただ一度も死なないではね、ちょっと厳しかったね。一度も死なないでを達成しようと思ったら、トーマ傀儡賞を食らった人を、介護しなきゃいけないんで、パラディンがいると楽かもねっていう、そんな感じだったね。まあ何はともあれ、魔王級ヒュンケル無事撃破です。さあ次はどの魔王に行こうかなというところで、また次の魔王で、魔王はギガ伝説かもしれないけど、また次の鍵ボスでお会いしましょう。それではありがとうございました。